神技館配置図座マ神の祀られる北朝は、祭院中央上に位置する。座マ神は、神技館祭院において祀られた次の五柱の神の、総称。平安時代の宮中では、神技館祭院において、三か木と称される、女性神職。具体的には、大井五婦二人、座マ婦一人、五門婦一人、幾島夫一人により重要な神々が、放載されていた。 座間神はそれらの内座マ府によって祀られた神々である。イカスリは、井所領、または、居所地の天と見られ、総じて宮所守護の神々とされる。生精神、副精神、綱長い神は、井戸の神々であるが、聖戦をもって、宮殿の象徴とする様は、万葉集の藤原宮老言にも見える。波髭神、明日波神については、 具体的には明らかでないが、古事記においては、大都市神と、天中流水姫の間に生まれたお子神としており、宮中の敷地を守る神々とされる。古語周囲では、これらざま神を、大宮地の霊と記している。神儀関西院では、最重要視される、大井五府八神は八神殿に、東向きで祀られていたが、他のざま府五神、五門府八神、行島府二神は、北町内に、 南向きで祀られたと見られる。ザマ神について、演劇式では、記念祭、祝し、6月月次祭祝し、神明朝に記述が見えるが、いずれも大い五夫八神に次ぐ2番目に位置づけられている。また、演劇式臨時祭の五夫上、ザマ府上によると、他の五夫は、庶民から選んでよかったのに対して、ザマ府だけは、とか国造一族の7歳以上の女子から選ぶと、 規定されている。古くは、俗日本紀において、天平九年に、座間御夫が尺を賜ったと見える。また、前述のように大道二年編纂の、古語周囲で、記述が見えるほか、上元元年には同じく九中方歳の、串石窓神、豊か石窓神、生島神、足島神と共に深海を十四以上に除せられている。延長五年成立の、 演技式新明帳では、宮中神三十六座のうちに、座間夫妻神五座並大月次ニーとして、大こそに列するとともに、月次祭、ニー祭りでは平白に預かる旨が記されている。座間神含む、神義官の祭祀は、中世には衰退するが、南北朝時代までは、古代の形が維持されていた。しかしながら、その後、王仁の乱頃までには、 完全に廃絶したとされる。福永神社ザ神社古代からの神議官の祭祀は、王人の乱頃までには、完全に廃絶している。宮中初心では、大井五府の松る八神の祭祀は神殿に、継承されているが、座間神含む他の諸神もこの神殿の、天神地儀のうちに含まれると考えられる。京都では、福永神社が、ザマ神のうち複神。 砂長い神の後継者であると伝える。この福長神社は、天正年間頃に現在地に遷座したという。また、関連者としては、ザマ神社が知られる。ザマ神社館主の渡辺家の伝承では、この家からザマ符を出したという。このザマ神社は、南馬宮でのザマ震災史に関係する神社と見られ、同じく宮中放祭神のうちの生島神。 足島神を祀る生国魂神社の存在と合わせ、朝廷による難波の重要視の様子が指摘される。以上のほか、阿日は神社では五神を大宮地の霊として祀る。そのため、かつては福井という地名を福精神に由来すると見る説があった。ありがとうございます。